遅れるな。よくぞこの道場へ足を踏み入れた。つわものよ、その荒ぶる魂存分に示してみよ。まずはお主自身の手で挑む団員を決め。秀吉様、どうか私にあらゆる試練を断絶する許可を。あまたの強者が越えられぬ壁に挑む。その息やあっぱれ、その身も技も心も極限まで燃やすがよいわ。深い筆頭伊達政宗、腹の右目片倉小十郎、忍び参り。まあそう片倉なんだよ。稽古キャリラックスして生きてこい。時には荒れ狂い、政宗様に言われちゃいるな。瓜二つなのは見た目だけではない。力を試す日において、なぜ秀吉様を模そうとしない。お主の方が一枚上手であったか。無敵なのに。作戦面俺に任せろ。援護がなくとも俺は無敵。集中しろ姫、邪魔しのことは後で。了解です。どうした、お主の力はその程度。ねえ、もう降参しちゃおうよ。では幸福の証に金吾さんを差し出します。次は食べ比べで勝負しようね。平和にボケるのは、まあ時にはいいでしょう。秋を日の元の中心に。シャワンの期待を裏切るな。熱く燃えたぎれ。それが我ら毛利の大願ぞ。日の元の中心は四国。常識だけだ。しかしあれの借金どう返したもんかね。これほどまでに力の差が出ると。豊臣で知った分野で今こうして形となるか。半兵衛様に鍛え上げられし、その技量遺憾なく晒せ。力まさほど認可しない。歯向かうならば切る、背を向けるならば解体する。ここまでは順調じゃ。腕が鳴ります。礼を持って立ち会いましょう。どっちに切る。みんなの君が手前を攻めるなら、いずこからでも遠慮なく。剣、ここで私と一筋参りましょう。はい、喜んで。剣心様、どこをつけば覆せる。ようやく道半ば。息をつくには早いとし。バビン、お前はいずれザビー教の星となる信者です。駆け上がるのさ、カーブへの階段。
今私が倒る。仕事がないならザビーランドのキャストになりなさい。あれ、僕には時間がない。早く僕を安心させてくれ大谷君。主の脳症さえあれば我などまるで出る幕もない。手加減は無用に願うよ。おお、あの者を倒すとはな。犬千代様、ここはあれで行きましょう。あれを思いつくとはさすがだ、バツ。行くぞ。一緒に飯を食える日を待ってるぞ。よき腕前ですが、前田のため負けられません。ん？もしかすると、もしかするやもしれぬ。私の向こう候補に立つ。バカ、ぶつけ、後編僕は8周目。君はステクシー氏の前にいるのだ。まこと見事な攻めぶりよ。じゃあ行こうよ、長政抜刀。正義抜刀。この世に悪がある限り、この程度の窮地など苦難のうちすら入らぬ。さあ攻めまで勢いついていこうぜ。指をくわえて見ているがいい。恋と一緒だ、焦っちゃいけねえ。この程度か、左近の気骨にすら及びもしない。もっとかぶいた俺が見たいのかい。昔の俺なら倒れてた。けど背負うもんが変わったんでね。お主なかなか見どころがある。兄さんが言ってた、泣かぬなら殺してしまえって。光る。みんな長政様の敵。みんな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 。よいか、ここより正念場じゃ。一瞬の油断が命取りとなろう。用心せい。ここで一句。やっぱ結婚ってそういうもんなの。
いつの日かカカア殿下を下克上。織田軍様、柴田勝家、いざつむじ回る。うわ、急にやる気出しちゃって。どうしたの？あと一息、挑みし者よ、限界を超えよ。こうやってると豊臣時代を、いや、なんでもない、なんでもない。何か言った？今俺様に何か言ったわね。やはり世でなければ止められぬ。くそんくそん、やるな友よ。だがその程度で満足しては運は勝てぬ。ほどの音に巡り合えるとはな。いやあ、行こう。状況は常に移動する。有利不利、それが何だ。お主の意志、この信玄がしかと見た。かくなる上は勝利までもぎ取ってみせい。客か、もてなしてやるよ。俺たちを教えてやるぜ、わびさびをな。待て、止まれ、さびさび。次こそ飲ませてやる。茶なんかじゃねえ、てめえのヘドをな。傷つくわけにはいかねえんだよ。ってことで死ね。痛えぞ。さっさと渡せ、体をよ。その核、口先だけではないよ。よかろう、この手腕わしが直々に見定めてやるわ。熱く熱く燃えたぎる。恥ずかしい。よもやこれほどの猛者がやってこようとは。なんと、我が道場の看板見事破ってみせい。さーて、今日のところはそろそろしまいだ。じゃあな、てめえら、風呂入れよ、歯磨けよ、風邪ひくないよ。お主に宿りし風林火山、わしがしかと確かめた。あっぱれー。私の魂は秀吉様と共にある。だから私は何一つ失っていない。